皆さんこんにちは、石黒岐阜店佐藤です。石黒中川の外店加藤です。私、釣り初心者代表西口真美と申します。皆さんはじめまして。今日はバスフィッシングを教わりにやってきました。加藤さん、佐藤さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ西口さん、早速釣りを始めたいと思うんですけれども、はい、最初西口さん使っていただくタックルはこれです。これスピニングタイプのスピニングタックルっていうあのものになります。でスピニングとベイトっていうのがあるんですけど、今回は初心者の方におすすめなスピニングをこれを使ってもらいます。かっこいいですね。はい、で一応違いを説明しておくと、はい、スピニングタイプの竿がこのリールから一番最初に来るガイド、これが大きいじゃないですか。でベイトはこんな感じでちっちゃい。初心者の方にあのおすすめの硬さと長さをあのご紹介するんですけれども、ここに書いてあるんですよ、61の L って書いてあるんですよ。これ61が長さ、6フィート1インチっていう長さなんですけど、で L がライトっていう硬さの表示になる。これで竿にしっかり書いてあるんですね。はい、61が長さで、はい、L が硬さなんですね。はい、そうです。はい、あ、かっこいい。これでやってみます。はい、はい、で次はあのリールの向いてる大きさの説明なんですけれども、はい、リールはここに番号が書いてあって、これ2500って書いてあるんですよ。これがリールの大きさの基準の番号、番手になるので、これが大きくなれば大きくなるほどリールが大きくなるっていう感じになります。でバスに向いてるのはこの2500番が向いてるので、2500番のリールを使っていただければ間違いないですね。はい、2500バッチリですね。そうですね、これでバッチリです。バス釣りを始めてみたいっていう方にはこういう、これ石黒オリジナルのセット、竿とリールと糸が全部ついてて、なんと税抜き3280円っていうすごいお買い得なセットもあるので、とりあえず始めてみたいっていう方はあのこういうセットでも大丈夫です。買います。はい、で、先ほどの安いセットもご紹介したんですけど、はい、おすすめバスをしばらくやりたいっていう方におすすめなのがちょっといいリールです。でこれだいたい4000円ぐらいのリールなんですけど、あのさっきのセットよりもワンランク高いものになります。でこれを買っていただくと、あの一番違うのはこのドラグっていう性能がすごい良くなります。ドラグですか。はい、ドラグです。でバス釣りって今これ、後であの詳しく説明するんですけど、4ポンドっていうラインが巻いてるんですよ。でこのラインってまあ見ての通り細くて、細い、例えば強めに引っ張るとこうやって切れます。切れちゃう。でこの強さの糸で下手したら50センチとか60センチとかっていうバスを釣り上げないといけないので、まともにやったらもう切れちゃうんですよ。そうですよね。はい、なので、その時に活躍するのがドラグっていう機能で、勝手にリールがバスが引っ張ると糸を出してくれるっていう機能があるので、ちょっと、一回あのどんなものかっていうのを実際にご説明します。はい、この角度でちょっと保ってください。この角度ですね。はい、引っ張るとこう勝手に糸出ます。糸が出てる。なんで切れる前に勝手に糸が出てくるんで切れないです。なんで大きい強い魚が来てもこのドラグがあると安心っていう。先ほどもちょっと言ったんですけど、4ポンドっていう太さがおすすめです。で1号、はい、4ポンドと1号って一緒なんですけど、まあ、その太さでパッケージにもこんな感じで、このこれが号数で4ポンドって書いてあるので、バス釣りのそのスピニングリールで使うのってルアーがこういうのなんですよ。わー、ミミズみたいですね。こういうやつ、まあ、こういうちっちゃいルアーを投げて、でそこに沈めてこう動かすんですけど、その時に結構糸の素材の差が重要 でバス釣りって主にナイロンラインとフロロカーボンラインっていうのを使うんですけど、おすすめはフロロカーボンラインです。でなんでかっていうと、フロロカーボンラインの方がこう伸びが少なくて、まあ、あの感度がいいんですよ。なんでリールにはフロロカーボン製の4ポンドを巻いてください。はい、石垣。
はい、では、バス釣りに必要な装備の説明をします、はい、まず石口さんが当てているようにキャップと偏光グラスが必要です。で、偏光グラスはやっぱり水中が見えやすくなるので、まあ、バスを探しやすくなるっていうのと水中の障害物が見えやすくなるっていう利点があります。で、あとはライフジャケットですね、はい、まあ、こう水にもし落ちた時のためにもライフジャケットが必要になります。あとは、まあ、カバンにつけたり入れたりするんですけど、まあ、小物が入る、まあ、これぐらいからもうちょっと大きくてもいいですけどカバンと、ここにラインカッターですね、糸を切るためのラインカッターついてます、まあ、普通のハサミとかでもいいです。フライヤー、これはバスの口から針を外すときにこう外すための道具、こういうとルアーを入れるためのボックス、はい、いろいろ入ってますね、はい、と、まあ、あとは好きなワームは、ワームは基本こうやってパッケージに入っているので、うん、もうそのままこの入れてもらえば大丈夫かなと思います、はいはい、針とかはこうやってこの専用のこういうファイルがあるのでこういうのに入れるとサイズとかが分かりやすくなって便利です、うん、分かりやすい、はい、でこうやって小物を収納します。これサイズが測れるメジャーです。釣ってみたいです、はい、もうここ40センチ超えたら結構いいんで、まあ、それを測るためにもメジャーはあった方がいいかなと思います。まあ、手が水に届くとこならいらないんですけど、ちょっと足場が高いとことかは網がないと魚をすくえないのでこれ伸びるんですよ、こんな感じで、うん、すごい。でこれ、まあ、表記があって3メーターまでので、3メーターまでのところなら救えるっていう形なんで、これも場所によっては必要になります。これだけあれば、バス釣りできますね、はい、はい、ではルアーなんですけれども、はい、まず、最初に投げていただきたいのがこのジグヘッドワッキーっていう、まあ、リグなんですけど、はいはい、これが最初おすすめです。こっちが普通のジグヘッド用の針で、これがジグヘッドワッキー用の針なので、まあ、これとか例えばインチワッキーとか書いてあるので、うん、ジグヘッドワッキー用って、まあ、そこで選んでいただいてもいいかなとは思います、はい、で刺し方ですがこれめっちゃ簡単で、まあ、これちょうど真ん中にこの刺すとこがあるんですけど、分かるようになってますね、はい、なってます。で真ん中に針をまっすぐ刺して完成です。簡単、こんだけです、はい、本当にこれで、もうこれだと投げれば釣りができるんで、まあ、すごい簡単なので最初このジグヘッドワッキーおすすめします。はい、石垣、はい、じゃあ次は結び方の説明をします、はい、で結び方、今からやるのがクリンチノットっていう結び方なので、まあ、そんなに難しくないので、あの覚えてもらえば簡単です。じゃあ今からやっていきますね。はい、お願いします。まずこの針の輪っか、藍ですね、に糸を通します。こんな感じ、さすが、はい、で糸を通したらこの通した方の糸をこっちの糸に5回ぐらい巻きつけます。はい、こんな感じで1、2、3、4、5、はい、5回巻きました。そしたらこの藍の上にこう輪っかができてますよね、糸の。できてます、はい、これに通します。次はこの糸の端っこをここに、はい、通りました。でこの状態で今度はここにできてますね、輪が、はい、大きな輪が、この輪にまた通す、はい、これであとは引っ張ります。でこの端の方を引っ張るとこう結び目が固まっていくので、この結び目をちょっとこうこの藍の方に寄せながらこう引っ張りながら寄せます、うん、でこのどっちもの糸を引っ張っていくと
こんな感じで、これでもう抜けません。はい、でこのハマっている糸は切っちゃうんですね。切っちゃえば、だいたい本当にほんの少し、もうほんの少し残して切ればいいです。はい、はい、これでクリンチノット完成です。でこれを最初覚えてください。はい、わかりました。はい、はい、それではキャストの説明をしていきます。はい、お願いします。はい、中指と人差し指の間にこのリールのこの足の部分間が来るようにこう持ちます。はい、そうです。はい、でこう持ったらまず投げる前にこの竿先から上までの間、これ垂らしって言うんですけど、はい、この長さをだいたい 2,30 センチぐらいになるまで巻いてもらいます。 2,30 センチですね。はい、はい、それぐらいです。はい、で止めたらこの丸いところが上に来るようにこう回します。丸いところが、そうです、そうですね。はい、はい、でこの状態で人差し指でこの糸を取ります。はい、はい、で取ったらここを起こします。そっか、これしなかったからさっき失敗しました。はい、でこれ糸を離すともうルアーが出てくっていう感じになるので。なるほど。はい、この状態で投げます。このスピニングタックルでは重いものを使わないので本当に軽くでいいです。振るのは本当に手首だけでまっすぐ、もうこんだけでいいです。軽くこんだけで飛んでいきます。すごい。はい、であとはもうこのベールを起こせば糸が巻けます。なるほど。はい、で一回じゃあやってみてください。はい、手首だけですね。はい、いきます。はい、あ、もう十分です。もうそんだけ飛べば十分釣りなので、はい、でそれでもう負けるっていう感じ。はい、着水した瞬間にここでピッと止めるっていうのを一回やりますね。はい、投げるときにここでブレーキがあります。で着水したら止める。お、すごい。とここがまっすぐに今なってるじゃないですか。でこのまま起こすともうある程度張った状態で釣りができるので5秒、もうちょっと7秒ぐらいですかね、待ってもらうとルアーがそこに沈みます。でそこに沈んだらそのルアーをゆっくりこうエビみたいにそこを這わせてくるっていう釣り方で、だいたい10センチぐらい動かして止める。でまた巻いて動かして止める。入れた瞬間に食うこともあるんですか？はい、食うこともあります。なんで入れた時に食う時ってこの落ちていくラインがもう走ります、スッて。なるほど。そしたらもう食ってるんで、もうそこはもうすぐ合わせます。はい、はい、でこうちょん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 ってやって止めた時にググンってくることもあるんで、その2パターンが多いですかね、当たりとしては。あ、おじゃんって言っちゃった。これ食ってるよ、食ってるよ、食ってるよ。え、嘘、ほんまや。あ、来た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 。あ、惜しい。残念。あ、今見えましたね。見えましたね。ほら、今のブラックバスですか？完全ブラックバスです。しかも大きかったですね。いやー、ほんとだ。すごい。石垣。ワームっていろんな色があるんですね。そうなんですよ。結構たくさん色があって、どうやって選べばいいかちょっと迷っちゃうんで、迷います。どうやって選んでいくかっていうのを説明します。はい、まあ、一番よく使われる色なんですけど、まあ、グリーンパンプキンっていう、茶色系の色です。そこの色に同化しやすいっていう、生き物って身を隠すためにその周りの景色に溶け込もうとする。魚から発見はしにくいんだけど、不自然じゃなくて自然な感じでアピールできるっていうのが基本になります。で、こういった緑のもの、ちょっと緑色のものとかだと、まあ夏とかになると
あの植物プランクトンとかも多くなって水自体が緑色っぽくなったりします。なんでそういう時にはかなり効果が高いです。まあ水草が生えてるところとか、うん、そういうところで使うと効果的ですね。ちょっと地味なんですけど、この灰色なネズミ色、これは水が透明なとことか、この中層でそことかじゃなくて使ったりするときに結構効果が高い、そんな色ですね。で、あと真っ白ですね。真っ白、これね、目立つような。これいつ使うんですか。これは、まあ、人間からも見やすいんで、ルアーどこにあるかなとか、魚からもすごい発見もしやすいっていう、もうすごい水があの濁っちゃった時とか、まあ、風が強い時とか、あのルアーを見ながら釣りしたい時とか、そんな時に使うようなのがこういう白だったりします。これミミズみたいな色っていうのも、あの、まあ、ミミズがね、雨とか降るとミミズがこう土手から流れ落ちてきたりとかしたりするんで、そういう時にはすごい効果が高くなったりします。使い分け面白いですね。そうなんですよ、まあ、ちょっと種類は多いんですけど、まあ、基本的には水の色に近いもの、底の色に近いものっていうのを選べば OK です。わかりました。で、今までワームをご紹介したんですけど、はい、まあ、ワームが安定して釣りやすいのは間違いないんですけど、他にもあのおすすめ のルアーがあるので、ここでちょっと軽く紹介しますね。はい、色とりどりで可愛いですね。で、はい、でまずこれが、スモラバっていう、スモールラバージグっていうやつなんですけど、まあ、これここの、あのこの毛がついてる面白い、あの針がラバージグ、ちっちゃいラバージグにこれワームがついてるんですけど、まあ、こういうのでもさっき あのワームと同じような木の横とか杭とかに落としたりとか、こうシェイクするともうこう震えるのでとかの使い方ができるので、このスモールラバージグっていうのも結構おすすめになります。まあ、ハードドアも種類がいっぱいあるんですけど、とりあえず最初初心者の方におすすめなのがクランクベイトっていうやつです。でこれは巻くだけで、あの勝手にこう泳いでくれます。ちっちゃいクランクベイトを選べば、まあ、バスもちょっと食いやすいので、こういうちっちゃめのクランクベイトおすすめです。はい、であと同じようにこういう巻くだけでこっちもあのいけるんですけど、シャットって呼ばれるやつ、これも巻くだけで勝手に泳いでくれるんですけど、うん、このクランクベイトと比べて、まあ、ちょっとこう小魚っぽい細い感じなのと、あとこう底をこう引いてこれるようなあのルアーになりますね。でどっちも巻くだけでいいので、はい、あの簡単に使えます。はい、これまた可愛い、はい、これが、はい、スピンテールっていうルアーなんですけど、まあ、この鉛の体にこういうブレードがついてるっていう、でこれも巻くと勝手にブレードが回ってアピールしてくれます。で、まあ、見ての通りすごいちっちゃいので、ちっちゃいバスも釣れるんですよ。なんで特に今みたいなこう風が吹いてる時とかは、はい、ワームで細かくやるよりもこういうのでどんどん投げて巻いてった方がいい場合があるので、とにかく風が吹いたらちょっと硬いやつ、まあ、こういうスピンテールとかを投げてひたすら巻くっていうのがおすすめになります。はい、でさっき紹介したジグヘッドワッキーよりも見分かりがしにくいものがあって、それがこのオフセットフックっていう針を使った釣りなんですよ。こちらですね、はい、これだと根掛かりがすごいしづらいので、まあ、岩とかすごい水草がすごいとことかも引っかからずに攻めるっていうので、うん、フックにワームを当ててみて、だいたいどの辺に刺したらいいかなっていうのの目星をつけます。で頭真ん中から刺します。でさっきの線に合わせて、さっき目星をつけた3節目ぐらいからこうやって抜きます。はい、この針をくるっと逆にします。ちょっとこう引っ張りながらこんな感じくる、はい、であとはもうここの体のところに針を刺すだけなんですけど、これもまたさっきみたいに1回当ててみます。はい、ちょっとだいたいそこの、まあ、ここに刺したらいいので、あ、ここかなっていうところで指を押さえます。はい、はい、で刺していきます。針の先はとりあえず普通に刺しちゃってください。1回はい、
さらに根掛かりをしにくくするためにはこの針先をワームに隠しちゃいます、でそのやり方が、まあ、1回こうちょっとも針を戻してから体に針先を埋め込む。こうです。できない。なんで、あ、でもまあ結構もうだいぶまっすぐになってるんで線意識しました。はい、線意識したら大丈夫なんでこれでオフセットフック刺し方完成です。完成、はい。石垣手を押した。よし、いいサイズ。ネット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 加藤先生ネットネット頑張れ。でかいや、すごい、え、大きい、でかい、すごい、やば、うわ、大きい、さすが、うわー、かっこいい、すごい、かっこいいっすね。うわ